一撃が逃げて。どうした？どこいつより強いってのか。できっ。ほら。
もう会うこともないだろう。それでもいいだね。
かい。攻撃するナイファイナル準決勝第1試合、井上軍団総方山かっこ笑い対
お前らがアグレピクロス開幕何ダッシュ投げを投げ返すそんな気だしかしセットプレードリスから円滑ワンコインワンコインジョニーはここに当てると一発技の強くなるアドリスこれレベル2でも1回使うと戻ってしまうコインのマークは8枚しかないなこのチャンスを生かしたいクーラゲはかわしていくクーラゲ通してこっからカズキのターンと思ったらまたミス2択ワンコインコインを積極してここは変化ワンコインレベル2ここからガフに行きたいガフに行きたいワンチャンスが欲しいガフにこれは分身形出して起きてみよう中野投げは抜けるあーっとミスってしまっているレベル2が漏れていたどっかで起きてみようお互い動きが硬いが沈むだったがバックアップサイズ超弱え投げ返すハッピーエンドのまずはサトゥーンもらった理論上といたしましてはイーリーの投げは49ノットとジョニーの投げより投げ前が広いです4ノット外から投げを仕掛けると投げ返せない投げこれがまあ俗に言われる投げハメですそれがカズキの得意技だったがここは失敗そして地上投げ取ったらサトゥーンしかしここミスお互い残業経験がないためちょっと緊張が強いかワコイン走っていくがここはカズキに返すとんどきださあ浸水バックスこれがデックスでやるぞ起きてみよう。バスを青しかし抜けているサトゥーどうして一旦下がるしかし決定打いらないそこで起きてみよう裏中段ガードガードしているさあどうする立ち回りになるサトゥーワンチャン欲しいカズキは抑えたい起きてみようよし、ここはよし。突っ込んでいく。スタート突っ込んでいく。ワンチャン、ビッグチャンスが来ない。ここで。ああ、出ない。やはり緊張が強いか。ジェニエス。ここは年の子、カズキが取っていけちゃう。お仕事注意。足元注意。エセが中段ワガード。中段ガード、あったが。当たってしまうがラッキーここは救われた立ち回りになるコインを使ってラインを上げるが当たらなかったかなりきついスラは失敗していたがガードしかしここでカズキはしっかり投げる投げをいやバスト読みだ画面端に追い詰めたがなかなかビッグチャンスが巡ってこないサトゥガードしているスラはなかなか成功しないどっかでワンチャンが欲しいあわーいいねバーストは地上我慢している体力ドットの体力生かせるか生かせるか青どうするあいちまだあるがここは投げと見せかけての下段選択肢勝ったよ最初に言っていきましょうゲームに年なんて関係ねえこの二人の年齢差、そんなものはゲームの中では存在しないこと通り前方中継戦、カズキ VS ボッチミニブリッジとクラゲ、立っているさあワンちゃん、ヨーヨーがないタイミングは釣れない投げ返すここはハイドラ連打でも投げ返せる電源はぬるく固めるこの対空精度裏ロッピー立ち回りお互い対空や中間距離での制圧行動に優れるブリジットその前の外からオプションを使わなくてはなりませんそのためブリジットは中間距離まで抑えていくもしくはヨーヨーを置いていく必要がありますこの画面端の距離この距離ならディジングは安全にオプションが出せるがリターンは薄いこんな感じですスター青からつけていく画面端だがラインを返す立ち回りになるFB アワーこれでラインを返して一旦おいでそしてこれだ、はい、これがカズキの投げ、はい、そうですジャンプ上入れっぱ防止あの切れ目は上入れっぱでガッチガードができるので上入れっぱ防止の魚です固めて
暴れつぶしはそのままガード。しかしカウンターからビッグチャンス。スターをガードしている。しかし体力はゴッド。何が当たる、何を当てる。遠距離 S 完璧。7年経っても遠距離 SM モッチーが取る。第2ラウンド、こうやって上で上でとりあえず安全圏まで一旦読み勝っていきたい。オミレベガードじゃない、上2連覇防止の遠距離 S 軽くダメージを取ります。今の 6S ですね。ああいう空中制圧力が強いブリッド。カウンターからだったらハイジャンプが出なかった。 2S に負ける。空中直弾、ここでスターシップ。 6P、これ地上ガード。